こちら、今、ロシアとウクライナが、ちょっとえらいことになっているということで、今、ウクライナって言ったらですね、ロシアもそうなんですけど、すごい強いボクサーが多いですね。ウクライナといえば、現役ボクサーで言えばですね、やはりワシル・ロマチェンコ、有名ですよね。彼なんかウクライナ人ですし、それから、ウシク、ヘビー級チャンピオン、今、3団体ヘビー級チャンピオンらしいですけど、ウシクとかもですね、非常に強い。チャンピオンですね。それから、過去を振り返るとですね、クリチコ兄弟で、ビタリー・クリチコとウラジミール・クリチコですかね、世界ヘビー級、2人ともヘビー級チャンピオンですけれども、そんな感じでですね、ウクライナには、すごい強いボクサーが、多いです。そんな国がですね、今、首都のキエフで市街地戦が行われているということで、そのボクサーたちは大丈夫なのかなっていうことで、ちょっとね、調べてみました。ちなみにですね、この携帯でこう調べた情報ではあるんですけれども、まず、元、世界ヘビー級チャンピオン、ね、ビタリ・クリチコ、クリチコ兄弟の兄貴の方ですかね、WBO と WBC の、2団体統一チャンピオンですけれども、この人ですね、なんと今、ウクライナのキエフの市長をやってるみたいですね。はい、今バリバリ攻められているところの市長ということで、現在、戦うというふうに宣言をしているみたいですね。市長なんでね、自分のその、なんていうんですかね、故郷を守るということで、今戦っているみたいですね。そして弟の、ウラジミール・クリチコですね。こちらはですね、3団体統一チャンピオンらしいですね。めちゃくちゃ強いですよね、このクリチコ兄弟。一時期本当にこの兄弟が世界ヘビー級の本当に主役だったわけなんですけれども、この弟の方はですね、今予備隊に入っていると、予備軍に入隊したということですね、弟のウラジミールさんは。はい、ということで、彼も、今多分バリバリに戦っているところなんじゃないかなというふうに思いますね。本当に、こういうニュースを聞くと本当になんか悲しいですよね。なんか戦う場所が違うんじゃないかっていうような、思いますよね。本来だったらね、こうリングの上で戦うべき、人間、引退したんでね、この2人に関しては、後進を育てるであったりだとかっていうところだと思うんですけど、こうロシアと戦わなければいけないという、そういうところで、ちょっとなんだかなって思いますね。はい、そして、現役のですね、世界ヘビー級チャンピオンですかね、今3団体統一してるみたいですけれども、オレクサンドロ・ウシクですね。この選手は、24日の日にイギリスのロンドンから帰国したみたいで、要は予備軍に入って戦うと、いうみたいですね。現役の世界チャンピオンですよ。現役の世界チャンピオンが、祖国のためにイギリスからウクライナに戻って戦う。確かにその国を守るという意味では素晴らしい行為だと思いますけれども、本当になんか、もったいないですよね。ここで、例えばキエフの市街地戦で命を落とすなんていうのことがあると、本当に、もったいないなと思いますね。なんか、こうね、私がね、戦争に行って知るのとはちょっと訳が違う。やっぱ、人間は命の、重さは、一人一人同じだっていう意見もありますけど、個人的には、命の重さは一緒じゃないと思っていて、私なんかよりも絶対このアレクサンドル・ウシクの方が、多くの金を稼ぐことができるだろうし、でそうすることによって、税金を納められるし、多くの人を感動させられるし、世界的な影響力もあるということで、こう私なんかよりもね、全然命の価値的にはウシクの方が重いと思うんですけれども、そんな選手がね、こう実際に予備軍に入って戦っているっていう、戦争しているっていうね、拳じゃなくてピストルで戦っているっていうところをね、考えると本当に胸が痛くなりますね。それから、注目のワシル・ロマチェンコですね、元ね、ライト級で、チャンピオンだったですね。それから、フェザー、スーパーフェザーも取った、3階級制覇ですね。でオリンピックも金メダル2回取ってますから、連覇してますんで、相当強い選手なんですけれども、この選手はですね、今ギリシャに避難したみたいですね。
まあこれに対してまあもしかしたらそのね国を捨てるのかとかっていう意見あるかもしれないですけど、もうこの選択は別に間違ってはないと思いますね。まあ今回のこのロシアとの戦闘に対してこのなんだろうな超スーパーエリートアスリートが取るべき行動っていうのはもう正解はないと思いますね。まあ不正解はないと、まあ正解ないというか不正解はないと思いますね。まあ国に戻って戦うのも正解だし、うん、あの安全な場所に避難して別のところで戦うっていうのも、まあ、全然ありだと思いますし、うん、まあ不正解はない。まあ全然私はまあギリシャに逃げるのも正しい選択なのかなとは、思いますね。はい、ということで、まあ今ちょっとまあウクライナ結構いろいろありますし、まあねサッカーとかもねやってる状況じゃないみたいな感じらしいですけれども、まあ本当、まあここからね、まあ日本が巻き込まれなければいいですけどね、ここからまあなんか中国がね、台湾に侵攻してきたりだとか、ね、佐渡島は中国のものだとかって言ってくるとですね、またややこしい話になってくると思いますし、まあロシアとのね、北方領土の問題もあるんで、まあ日本もちょっとね、まあ個人的にはこれ巻き込まれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。もしかしたら戦う羽目になるかもしれないですけれども。はい。まあ、そうなってほしくないですけれどもね、ヨーロッパのところだけで収まってくれればいいなとは個人的には思いますけれども、まあ、ただこれは世界を巻き込むんじゃないかなと思いますね。まあ、今ね北京オリンピック冬季のねパラリンピックやってるんでね、さすがに平和の祭典中はね中国が何かしらの行動してくるとは思わないですけど、まあ、パラリンピック終わったら、ね、どうなるか分かんないですよね。なんでパラリンピック終わってからがちょっと、勝負になってくるんじゃないかなって思いますね。はい。ということでね、まあ、今のウクライナ、プロボクサーたちが、どういう状況なのかっていうことをちょっと調べてみたんでね、まあ、本当に、ね、ヘビー級チャンピオンが予備軍に入ってピストルで戦ってる、拳なくてピストルで戦ってるっていうところを考えると、本当になんか胸が熱くなりますね。